こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはエースコックユニバーサルスタジオジャパン限定ジュラシックワールドジュラ肉ヌードルになります。いや、これ肉感がたっぷり楽しめそうな。どうなんでしょうね。でもね、タイトルでその気になって実際食べて落とされるっていうパターンを何回も味わってるんで、油断しないでいただこうかなと思います。よろしくお願いいたします。今回もいただきます。肉肉しいのお願いします。エースコックユニバーサルスタジオジャパン限定ジュラシックワールドジュラ肉ヌードルでございます。はい、それではまずは一口。ごま油の香りですね、これ。結構強いです。うん、ちょっと笑っちゃったのは、またエースコックさん食べたことねえタイプだと思って引き出し多いっすね、エースコックさんね。組み合わせではあると思うんですけど、麺とかスープとか調味油とか、その辺は一個一個は多分使い回しだと思うんですけど、組み合わせのパターン多いっすね。割と麺はどうでもいいやっていう感じの、ちょっと粉っぽくてちょっとふかっとしてる感じの麺ですね。かなり粗が目立っちゃう。まあまあ香りも強くて、まあまあ辛さもあるんですけど、そういう種類のカップ麺だから助かってる麺っていう感じですね。ごま油、ラー油、醤油、お肉っぽさある鶏？ああ、そういえばターキーがどうのこうのって言ってた。鶏？そんなところですかね。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょうか。シャイナポイント。はい、まずは、恐竜シルエットのオリジナルナルトが入った、ジュラシックワールドの世界観全開のカップ麺。ありがとうございます。僕もあの、初作、ジュラシックパークはもう何回も見ました。なかなか印象に残る映画でしたね。はい、その世界観ということで。ただ僕2作目以降見てないんでちょっとわかんないですけど。はい。次。パークでおなじみのターキーレッグフレーバーがお家で楽しめるよ。パークで出てるんですかね？食堂かなんかですか？ちょっとごめんなさい、そこわからないんですよ。はい。次。ソイソースフレーバー。あ、これなんだ、醤油ってこと？はい。どういうこと？おしゃべりしながらいただきます。やっぱりあれなんでしょうね。お家とかにお土産で持って帰ってきて、みんなで食べながら、あの時派だったよね、みたいな。そういうアイテムなんでしょうね、きっと。バリバリ溶けていくんですけど、残念ながらちょっと戻りムラがありました。なかなか珍しいですね、こんだけ。いわゆる汎用的な油揚げ麺で戻りムラが出てるっていうのは、ちょっと珍しいですけど。どうなんだろう。油揚げ麺、小麦粉、国内製造、植物油脂、食塩、砂糖。なるほど。砂糖、もう珍しいですね。麺に砂糖っていうのはね、ちょっとね、あんまり、うん、いい感じはしないです。ごめんなさい、申し訳ない。
ごま油、ラー油、鶏、醤油、そのあたりですかね、やっぱり。なんか酸味もあるんで、トマトかなと思ってるんですけど。スープ、植物油脂、ポーク調味料、食塩、香辛料、デキストリン、デンプン、チキン調味料、砂糖、粉末醤油、魚醤、香味調味料、タンパク加水分解物、全卵粉。トマト入ってなかったですね。何が酸味なんだろう、ちょっとわかんないですね。ちょっと酸味があるんですよ。下の上と下の脇。うん。トマトっぽい酸味が。はい、それではこの商品の詳細については動画の説明欄で、気になるところトークで補足します。まあ、ちょっとね、粉々罰ゲームでしたね。ちょっとね、粉々罰ゲームやめてほしい理由の一つがですね、手が汚れるっていうのはもちろんあるんですけど、今回作ってる最中に火薬が弾けたんですよ。封入してある。取り出すときにバーンって火薬が弾いて、ああいう事故があるんで、ほんとやめていただきたい。最初にね、封入型で小袋入れるとこもほんとやめていただきたい。はい。おそらくは、お子様向けの、例えばポケモンヌードルとかでシールを封入する仕組みがあって、そのラインでシールの代わりに小袋封入しちゃいなんでしょうけど、ちょっとね、使いづらいです。正直。はい。ブランドは、止め型と申しますか、何と申しますか、ユニバーサルスタジオジャパンさんでございます。これなかなかね、商品を買う機会が作れないので、再生リストあるんですけど、今後あんまり動画増えないと思います。ごめんなさい。はい。種類はラーメン。価格は4個セットで税込み1700円です。これを高いと感じになるかどうかはその方の価値観次第。麺種別は油揚げ麺。内容量は 62g の麺 50g。エネルギーは 273kcal。三大栄養素及び食塩相当量。確認してみたんですけれども、あんまり気になるところはないかな、という感じです。で、例によって、ジャンコードがわかりません。おそらくこれは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの中でしか流通がないよね、っていうことで。ジャンコードって普通流通で使うんですけれども、その流通は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンから外出ないじゃん、ということで、ジャンコード使ってないんだと思うんですけれども、その代わりに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの中で使う、独自の商品コードみたいな体系が、この22桁のわかんないコードじゃないかな、というふうに思ってます。はい。で、売ってるところですが、USJ、店頭、もしくは通信販売ということで。以上、この商品の概要でございました。具材はですね、テーマがジュラシックワールドなんで肉肉しいのを期待してるんですけど、どうですかね。なんか、いや、見た目お肉なんですけど、一言で言っちゃうと、噛むときにパリッてするポップコーンみたいな、噛むと味がないみたいな。肉肉しくはないですね、これね。大豆加工品かな。うん。これなんですか、これ。この赤いの、ちょっと赤いですね。いや、ちっちゃくてわかんないけど、噛んだ感じネギみたいな。いや、わかんねえ。なんだろう、これ。案外具材じゃないかもしれない。小袋の切れっぱしとかそういうのかもしれない。はい。他ちょっと目立つ具材はないですね。何が入ってんですか、具材って。よいしょ。火薬、大豆加工品。あ、さっきのやつですよ、きっと。フェイクミートね。それから、鶏豚味付き肉そぼろ。お、ほんと？いやー、だとしたらまだ行き合ってないってことですね、きっとね。魚肉練り製品。あ、あったよね、さっきね。肝心の。ナルト、ナルト。ちょっとこの後探しましょう。ネギ。あ、ネギはちょっと細かいんで割愛させていただくとして。あったじゃん、ナルトが。どこ行った？あ、いた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 。これね、これ。ナルトです。ナルトなんだ、これ。うん。見た目は喜ぶんですけど、食べてみるとナルトなんですよ。うん。あれ？卵って入ってたっけ？いや、入ってないな。卵の味がするな。スープに入ってる。全卵粉。そうだそうだ。スープに入ってる。うん。卵の味がする。びっくりしました。結構強い卵の味がした。でもね、酸味があるってさっき言ったんですけど、チリトマトの食感に似てますよ。もちろん全然違うんですけど、ベースは。この下の先と、あと両サイドに残るトマトっぽい酸味が、チリトマトに結構似てるんですよ。どうなってる？食品添加物見てみます。食品添加物いってみますね。加工でんぷん、調味料、アミノ酸など、炭酸カルシウム、香料、カラメル色素、乾水、カロチノイド色素、酸化防止剤、ビタミン E、イカスミ色素、増粘剤、ガーガム、ビタミン B2、ビタミン B1、一部に小麦、卵、乳成分、イカ、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチンを含む、なんか目立って味をこう、うわーっと揺らす、揺さぶるような、酸味料とか入ってないですね、別にね。謎。なんかトマトっぽい音味がします。はい。これは1700円で4個ですか。1個あたり400円以上ってことですよね。400円って言ったらラオさんが大体買えるんですよ。ラオさんの歴代のやつが大体買えるんですけど。コスパ的にね。って考えちゃやっぱいけないんでしょうね。こういう商品はね。思い出作りっていう風に考えた方がいいんでしょうね。きっとね。
はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。多分、味で考えていけないんだと思います。はい。大変楽しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。リスペクトタイムです。今回はエースコックユニバーサルスタジオジャパン限定ジュラシックワールドジュラ肉ヌードルいただきました。はい、実食の時も言ったんですけれども、多分これ味で考える商品じゃない感じがします。はい、実際に遊んだ時の思い出と一緒にみんなと楽しくお話をしながら、その思い出話をサポートする食卓の一品として楽しむべきなのかなって、そんな感じに思いました。はい、美味しいかまずいかっていう質問はちょっとねまずいとは言いませんけど、お値段の中には多分味以外のものいっぱい詰まってるねっていう感じのお値段なんで、そういうとこかな。ただジュラ肉ヌードル、肉って言いながらこの酸味何っていう、ね、このチリトマトみたいな酸味が、ね、ちょっと変わってるなと思います。この粉罰ゲームも含めいろんなところが面白い商品でした。はい、ということで楽しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。